今回は、金髪子持ち人妻合法ロリ両性類心、森安和子について徹底解説していくぞ。属性盛りだくさんね。諏訪子は東方全盛期とも言える風神録で登場したキャラで、当時を知る東方ファンからしたらかなり印象に残っているキャラだと思うぜ。そうね。森谷神社は風神録以降もいろいろ関わってきているから、結構印象深いキャラね。ということで徹底解説を始めるぜ。よろしくね。まず諏訪子の人物像からだ。諏訪子は風神録エクストラで登場した神様だ。種族についてはいくつか設定があって、愚問九樹では神霊の加奈子とは違って、諏訪子は八百万の神と記述されているぜ。いまいち違いがわからないわね。神霊と八百万の神って何か違うの？まあほとんど同じだな。風神録では二人とも種族神様として紹介されているぜ。同じ神様だが違いを挙げるとすれば、加奈子は元になった霊があってそれが信仰によって神霊になっているが、諏訪子は信仰そのものから存在が成り立っているって感じだ。難しいわね。巫女はその辺が専門なはずなんだがな。そんな成り立ちの違いがあるからか、愚問九樹では信仰が完全になくなった場合、本当に困るのは諏訪子の方だと書かれているぜ。元になる霊もないから存在ごと消滅しちゃうってことね。そういうことだな。種族についていくつか設定があるって言ってたわね。他には？最近の設定だと諏訪子も神霊の一つとして数えている場合が多いな。外来異変の簡易紹介では森谷神社の神霊として書かれていたり、育能頂点度ランキングでは神霊なのでランク外とされているぜ。また、地霊記伝では加奈子と一括りで怨霊に乗っ取られやすい神霊のように話しているぜ。諏訪子も加奈子と同じ神霊の扱いになっているのね。まあ似たような存在だから、とりあえず信仰がなくなると消滅するかも程度に覚えておいてくれ。了解よ。容姿は金髪に白にいそ、それに特徴的な帽子をかぶっているぜ。本体ね。本体じゃないぜ。望月章の4コマではかぐやが帽子が虫を捕食するか期待してたがそんなことなかったな。にしても特徴的な帽子よね。ズンボウってのも、この辺からよく言われるようになった印象があるわ。そうだな。飛走転速の移動モーションとかだと、諏訪子が地面に潜るんだが、帽子だけ地上に出ているような表現になっているぜ。また、服にはカエルが描かれているぜ。鳥獣人物戯画の有名なワンシーンだな。見たことある人も多いんじゃないか？どうかしらね。と、ここまで容姿について話してきたが、神様にとって容姿はほとんど意味がなくて、愚問九樹には、あまたの神様と同じく、普段は人型を取ることが多い。しかし神様という特性上、姿形はほとんど意味をなさない。と書かれているぜ。そうなのね。身長も自由に変えられると思うんだが、描写的には小さく書かれることが多いな。公式で明確な身長が出されたことはないぜ。なんか風神録の立ち絵的には結構でかいってのも聞いたことがあるわね。ゲーム画面の絵は遠近法とか不思議な力が働いてることもあるから気にせずとのことだから、あくまで参考程度にだな。了解よ。服装にもあるがカエルを象徴としているところが多いが、カエルの神様ではないぜ。あ、そうなのね。じゃあなんでカエルなの？カエルが大好きだからだろうな。愚問九樹でもカエルの姿と思われることが多いので勘違いされやすいが、実際はカエルを従える神様ではないので要注意。ただ、カエルが大好きなようであると書かれているぜ。カエル要素はたくさんあって、そもそもの話だが風神録テキストでは諏訪子はカエルの姿をした神と書かれていたり、待機姿勢などがカエルそのものだったり、飛走転のモーションではカエルを意識した動きがたくさんあったな。周りからも諏訪子とカエルを関連付けた会話が多くて、霊夢にはカエルの冬眠って命がけらしいわねと言われてたり、昨夜にはカエルは鶏肉の味がするのです。だったら、鶏の方が手に入りやすいと思うのですがと言われてたり、アリスにはカエルのぬいぐるみは里の人間の間で人気高いのです。でも、オタマジャクシはさっぱりね、と言われているぜ。あったわねー。後で詳しく説明するが、分霊といって別れて祀られる際もカエルの姿を取ることが多いそうだ。その際には、旅行安全無事カエル、金運上昇すぐカエル、変貌祈願見違えるといったご利益があるそうだぜ。変貌祈願？
というか神様のご利益ってみんな似たようなもんよね。金運上昇とか安全とかって大体の神様がデフォルトで備わってるイメージだわ。まあ、そうだな。名前は違うけど元をたどると同じ神様だったってことも多いがな。言葉遊びはよくある話だけど、カエルってのはなかなか使いやすそうね。他に小町は違った視点でカエルについて考察していて、土の中から目覚めるカエルも、脱皮を繰り返す蛇も天性の桑から逃れた神に見えたんだろうねと言っているぜ。死神らしい面白い視点ね。当時の人間からはそう見えたかもって考察ね。というか諏訪湖って結構古い神様よね。いつ頃生まれたの？日本神話の話になるな。年代は明確には明言されていないぜ。考察要素を挙げるなら、カナコと諏訪湖が争った諏訪大戦で、諏訪湖が当時最先端だった鉄製武具を用いたって話だ。ただ鉄の利用自体はいつ頃からされていたかわからないぜ。元ネタの方の諏訪大戦守谷上大竹見中田は守谷家に伝わる伝承によると1500-1600年ほど昔の出来事だそうだ。元ネタまでたどると話が広がりすぎちゃいそうね。この辺にしときましょうか。そうだな。まあ数千年前ぐらいに捉えておけばいいぜ。数千歳ね。合法ロリどころか。幻想郷でその辺の話は果てしなくなるからやめた方がいいぜ。性格は一見温厚だが何を考えているかわかりにくい。かなことは異なり、ほうけたふりをしている分、立ちが悪いと思われる。と書かれているぜ。確かによくわかりにくいわよね。かなこみたいに表立って威圧するタイプより朗々としてる方が真意が読み取りづらくて不気味だわ。そうだな。基本的に守谷神社から出てこないから、いまいちどういう神様なのかわかりにくいぜ。また、自分勝手なところもあって飛想天足を勝手に作っていたりしているぜ。ただ自分勝手な部分は守谷神社全員に言えることで。ゆかりには神様ってのは自分勝手な輩が多いわね。信仰される側だから気づいていないのねと言われているぜ。また、戦闘というか神にとっては遊びみたいなものなんだが、戦闘も好きで私たちと弾幕ごっこをした時も神様と人間が遊ぶことと称して楽しんでいたな。サナエが諏訪湖にお灸を据えようとした時もうひゃーいいね、戦ってくれるんだ。楽しみーと好戦的な感じだったな。なるほどね。戦いが好きだと軍神とかその辺にも見えてくるわね。ねえ、実際諏訪湖ってどんな神様なの？じゃあ次は諏訪湖の出自を含めてどんな神様なのか解説していくぜ。諏訪湖の出自だな。諏訪湖は遥か古代に驚異的な信仰心を得ていた御社無事様を束ねていた神だったぜ。また新しい神が出てきたわね。御社無事様ってのは何？生誕、農作、軍事、様々な事柄のたたり神であり、ないがしろにすると立ちどころに神罰が下るという恐怖の神様だな。土着神ってやつで狭い範囲だけで信仰されている神様だ。田舎のローカル神様、まあ私たちから見れば妖怪みたいなもんだな。土着信仰ネイティブフェイスね。曲名にもなってるわね。田舎のローカル神様と言ったが、広域に信仰を広げている神よりもその地限定では、最高神に勝る力を持つことは少なくないとされているぜ。地元じゃ負け知らずってやつね。なんかちょっと違う気がするがイメージはそんな感じだ。見た目はほとんど意味がないと言ったが一応御社無事様の見た目は石でできた蛇のような姿だそうだ。元ネタまでたどると風貌はご立派なあれなんだが、ここで話すと隙間送りにされそうだから割愛させてもらうぜ。気になる人は調べてみてね。飛想天足では諏訪湖の御社無事様のスペルで出演しているぜ。おお、こんな感じなのね。たたり神としての能力について、愚問九樹には通った後には穀物が生えるが、口の中が赤く輝き、吐き出す息で不毛の大地に帰ると言われると書かれているぜ。田んぼのカエルがうるさくて眠れないからどうにかしてほしいなんてお願いしないように警告されているな。なるほどね。で、そんな御社無事様をコントロールできたのが諏訪湖だけだったんだ。そりゃそんな神をコントロールできるなら信仰されるわよね。ああ。信仰心が凄まじすぎて守谷の王国が出来上がるほどだ。当時の諏訪湖は神でありながら王としても王国に君臨していたぜ。あの諏訪湖がねえ、あまり想像できないわね。
だが、そんな諏訪湖が治めていた地方の王国に大和の神々が侵略してきたぜ。かな子のことね。なんで侵略してきたの？大和の神々の目的が全ての国を侵略して、日本っていう一つの国に統一するためだったからだな。地方の国だった守谷の王国はその侵略対象の一つってことだな。なるほど。で、諏訪湖は負けちゃったのよね。ああ。諏訪湖は抵抗し当時最先端であった鉄製の武器を持って戦った。しかし、カナコは細い植物のツルをかざすと、諏訪湖が持っていた大量の鉄の輪は、たちまち錆びてボロボロになってしまった。その侵略の差に敗北を確信した諏訪湖は、潔く降参し王国を明け渡した。だそうだ。残念ね。王国を手に入れたカナコだったが、そこで問題が発生するぜ。なんかしら。肝心な神を信仰する民が新しい神カナコを受け入れてくれなかったんだ。なんで？ミシャグジ様の恐怖を忘れることができなかったみたいだな。新しい神を信仰したらたたりが降りかかるかもって不安になったんだろうな。ああ、なるほどね。それで信仰心を集められないと思ったカナコは守谷の王国を自分のものにすることを諦めるぜ。代わりに大和の神々の名目を保たせるためだけの名前だけの神を守谷の神と融合させて、王国の中では守谷、外では別の呼び名で呼び分けることで王国を支配しているように見せたぜ。侵略したけど前の神様の方が恐れられてて実質侵略できませんでした。じゃ大和の神々の面目丸つぶれよね。そういうことだな。だから諏訪湖は消滅することなく、引き続き王国を支配していくことになるぜ。カナコはどうなったの？諏訪湖の力を借りて山の神としてこっそり君臨してたみたいだな。せっかく侵略成功したのに虚しいわね。土着信仰ってのは基本的に大国に地方が吸収されて消えていくもんだが、諏訪湖だけはこんな風にミシャグジ様の恐怖が信仰心として根強かったおかげで現代まで残り続けたぜ。確かに現代で忘れ去られてない神ってアマテラスとかイザナギとかスサノオとか有名どころがほとんどね。一方、土着のローカルな神様は淘汰されてしまってることが多いな。諏訪湖は例外的なのね。そんな諏訪湖も現代になって科学の時代になるとともに信仰は失われていくことになるぜ。生誕、農作、軍事も外の世界じゃ科学で解決するものになってるものね。どんな時にも神頼みする人とかの信仰はあるから消滅はしなかったんだろうな。諏訪湖自身はそのまま忘れ去られてもいいと思っていたんだが、そうは思っていない焦ったカナコが守谷神社ごと幻想郷に持ってくるという荒技を実行するぜ。ああ、それで。ここからはサナエの徹底解説で解説した通りだな。カナコは焦って、サナエはノリノリで幻想郷に来たが、諏訪湖は突然って感じだな。ここから風神録のストーリーね。あれ？でも土着神はその地限定の力なんじゃないの？ああ。諏訪湖は諏訪出身だから諏訪を離れると土着神としての力はかなり落ちるだろうな。じゃあ一から信仰は集め直しってわけね。そうだな。ちなみにミシャグジ様も諏訪湖と一緒に幻想入りしてるから安心してくれ。ついてきちゃったみたいな感覚で来ないでよ。たたり神をコントロールしている以上、諏訪湖やカナコの信仰の集め方は重み脅しだな。信仰しないとたたりが降りかかるぞって感じだな。そういう信仰の形もまあ神としてのあり方の一つね。阿久には信仰の押し売りって言われてるな。実際に脅しているのはカナコだそうだ。諏訪湖は実務、カナコは栄養って感じらしいな。なるほど。ああ、そろそろ地上を恐怖のどん底に落とし入れても良いかもねなんて発言もあって油断できない存在だぜ。そんな感じで現在は脅しながらもサナエの妖怪退治や、時には諏訪湖自ら守谷神社の信仰のために表に立って活動しているぜ。基本的にはカナコやサナエが活動してるがな。出自についてはこんなところだな。次に諏訪湖の能力だ。婚を想像する程度の能力ね。全然何の能力かわからないんだけど。乾坤一擲の婚だな。乾は天を婚は地を意味しているぜ。カナコの剣を想像する程度の能力と対になっている感じだな。地を表していたのね。天地創造の地の方ね。具体的に何ができるの？原作だと具体的に使った描写が少ないからそれを紹介していくぜ。
まず妙蓮寺の建立の際に地面を鳴らすところで使われたぜ。整地をしたのね。建立はあっという間に終わったとあって、諏訪湖が地面を鳴らして清廉線が降りてきてほぼ完成だったそうだ。便利ねえ。地形に干渉する能力だからか、地下なんかにいるときは血のりが働くようで、地下でさなえと戦ったときは。地下なんて私に血のりがある場所で戦おうなんてさなえも成長したねえって言ってたな。愚門窟寺にはかなこと共同で地形を変化させたり、地中に穴を開けたりしている。共同というが、大地を変化させるのは諏訪湖の仕事のようだ。と書かれているぜ。穴を開けるね。間欠泉センターの建造にも役立ってそうね。そうだな。この大地を変化させる能力は諏訪湖自身がやっているものではなくて、支配下に置く祟り神がやっているものだそうだ。あ、そうなのね。大地は地形の変化だけじゃなくて、穀物の生える豊かな地にするのも、ペンペン草も生えない呪われた地にするのも自由自在だそうだ。さっきミシャグジ様の祟りで言ってたやつね。全体的に能力の規模が大きくて広範囲に及ぶ神様らしい能力ね。規模が大きいのは綾の記事でも分かって、妖怪の山の噴火に関わる何かが起こったら、私が日付を調整するからと火山をコントロールできるかのような発言があるぜ。幻想郷に移住してきてしばらく経つけど、すでにかなりの力を行使できてるみたいね。信仰集めは順調なようね。そうだな。幻想郷は人間の他に妖怪もいるし、文明レベルも低いから信仰を集めるにはかなりいい条件が揃っていたようだな。信仰が厚い神が力を持つと本来自由を奪われることが多いんだが、諏訪湖は結構自由にやっているな。また、守谷神社は本来諏訪湖のものであることから、かなこが持っている神徳も信仰心もほとんどが、私の力なんだからと語っていて、神としての力はかなり大きくなっていそうだな。なるほどね。あとはさっき当時最先端だった鉄製の武器を使ってたって言ってたわね。あれは何なの？守谷の鉄の罠。チャクラムみたいな武器だ。投げたり振り回したりして使っているぜ。正体は何なの？諏訪湖に聞いたらフラフープだそうだ。土着心すごいな。深く考えてもそれらしい答えは出なそうね。一応ダブルスポイラーでは諏訪湖が投げてきた鉄の輪について綾がここだけの話、叶わって彼女が投げてくるような鉄の輪じゃなくて、もっと細長い別の形をしたものだそうですよ。本物は隠しているんですね。今度潜入調査してみます。とコメントを残しているぜ。この叶わってのが諏訪湖が本当に使ってたものなのか、世間一般で認知されてる叶わなのかは読み取れないがな。あとは武器として翡翠を飛ばしてきたりもするな。どうやら全部翡翠じゃなくてイミテーションが混じっているそうだ。なるほどね。他にはなんか能力はあるの？あとは感受伝の時に感受の薬の分析を諏訪湖が行っていたな。何の能力ってわけではないが、宇宙人の薬の分析はある程度の専門的な知識が必要な分野だと思うぜ。なるほどね。それから祟り神をコントロールしているだけあって、攻撃手段は呪術的なものが多いぜ。デバフ的なやつね。と言っても神が使う力は基本的に呪術的なものってパチュリーが言ってたがな。確かにそういうのが多そうね。能力についてはこんなところだな。次にさっきから出てきている心霊についてだ。お、霊シリーズね。今回の心霊で一応一通り網羅することになるのかしら。そうだな。細かいところで総霊とか自爆霊とか俗霊とかいろいろあるが大まかには心霊で最後だ。他の霊、幽霊については妖夢の解説、亡霊についてはゆゆ子の解説、怨霊については悟りの解説で解説しているわ。よかったら見てみてね。さて、じゃあ心霊の解説だ。まずそもそも心霊とは何かってことだが、この辺の神様関連の設定は公式でも矛盾というか表記ブレというかいろんな説明があるせいでわかりやすく説明することは困難だぜ。一番の問題が心霊と八百万の神がごっちゃになってしまっていて、心霊の名前を出したかと思えば、八百万の神の説明をしていたりして区別が困難だぜ。なんとなく似たようなものって認識はあるけど私も違いはよくわからないわね。かなこと諏訪湖の神としての違いを理解できる部分だから、頑張って説明するがわかりにくかったらすまん。了解よ。
なんとか理解できるように頑張るわ。あと、諏訪湖が神霊なのか八百万の神なのかを考えながら進めると余計に混乱するから、便宜上諏訪湖は種族欄でよく説明されている八百万の神として説明していくぞ。じゃあまず公式の記述を引用しながら神霊かなこと八百万の神諏訪湖の違いを説明していくぞ。まず成り立ちの違いだ。神霊は亡霊のうち、神として崇められているもののことだ。亡霊ってことは元人間ってことね。ああ、阿久がかなこの種族は神霊に相当するため昔は人間か何かだったと思われるが、それが誰なのか、個人なのか集団なのかはもうわからないと書いているぜ。推測に留めている以上、例外はあると思うが元人間になると思うぜ。個人なのか集団なのかってことは特定の人物が神霊になることもあれば、集団がまとまって神霊になることもあるのね。そうだな。神社なんかに行くとわかるが、天満宮の菅原の道真のように特定の人物を祀っている神社もあれば、不特定多数を祀っていることもあるぜ。靖国神社なんかは不特定多数の戦死者を祀っていることで有名だな。さっき崇められてる亡霊って言ったけど、神霊になるのは死者だけなの？いや、死後神になった者もいれば、生きたまま神になった者もいるぜ。嵐人神なんかは後者だろうな。直接神霊になることもあるのね。じゃあ八百万の神はどうやって生まれるの？愚問式には八百万の神についてあらゆる物体の名前を付けられる前の存在が神そのものであると書かれているぜ。物体が存在している時点で神は存在しているってことね。あらゆるものに神が宿る神道の考え方ね。また名前を付けられた後にもこの神の影響がわずかに見られるそうだ。名前を付けられたら消滅ってわけじゃないぜ。ふんふん。また神は名前を付けられると力は制限されてしまうが、自我が持てるようになるそうだ。少し例を出そうか。刃物があるとするだろ。これにペーパーナイフって名前を付けると、髪を切るための刃物としてしか使えず、力が制限されるが、物を切る力自体はちゃんと残っているぜ。髪を切るためと用途を限定したことで、周りの他の刃物との違いが明確になって自我が持てる。あくまで例だがこんなイメージだと思うぜ。なるほど。でもペーパーナイフなんかは顕著だが、使われなくなる信仰されなくなると不与神みたいに妖怪のような性質を持つ神になったりするぜ。使わなくなったら、ちゃんと供養してから捨てるようにしないとね。それから八百万の神は物体にしか宿ることはないぜ。概念とかそういうのには宿らないってことだな。なるほどね。じゃあ諏訪湖は、何のものの八百万の神なのかしらね。明言されてないな。神刃物以外にも場所にも宿ると言われているから、土着神の諏訪湖は座って場所に宿る神って解釈がしっくりくると思うぜ。なるほどね。今は多分妖怪の山か一緒に移住してきた湖と森屋神社に宿っているといったとこね。あと混乱しそうだからあえて後ろに持ってきたが、降臨も八百万の神について解説しているぜ。すべてのものには神霊は宿るというが、厳密に言うとその言い方は間違いである。すべてのものに宿るのではなく、名前が付けられる前の物体が神霊である。名前のない物体が神霊そのもので、それに名前を付けることで神霊の力の一部を借りることになる。だそうだ。説明は八百万の神について言ってるようだけど、神霊って言ってるわね。ああ、これが最初に言った矛盾の一つだ。これだと元亡霊のはずの神霊と矛盾が生じるぜ。後で降臨が神霊についていろいろ説明する部分を引用するんだが、これを見る限り降臨から見た神霊は阿久から見た八百万の神と同じ存在と捉えた方がいいだろうな。ややこしいわね。神道は元ネタの方も結構曖昧だから仕方ないぜ。混乱を避けるため降臨の発言は後でまとめて紹介するぜ。了解よ。そういえば亡霊と神霊って言うと神霊病を思い出すわね。ああ。神霊病は亡霊の言うこと神霊に見えるものが異変に関わっているからな。神霊病のテーマ的にも冥界との関わりは外せないもので、突然ゆゆ子が一ボスに登場したのはそのためだ。神霊っていう亡霊が元になっているものを扱うためにもゆゆ子の登場は必要だったと思われるな。あのたくさん発生してた霊って神霊だったの？欲霊、小神霊、低俗霊などいろいろ呼び名があるが、ただの欲が具現化した例だな。まあ一応神霊の元って感じか？
欲の霊だから巫女に欲を聞いてもらうために巫女のところに集まっていたと。そういうことだな。心霊が生まれる原因として心霊が生まれる原因は、非常に強い人間の欲や思い、恐怖、感情である。本来、心霊が直接人間に危害を与えることは少ないが、何らかの強い欲がなければ生まれないはずだ。例えば、豊穣祈願や厄除けといった。とあるぜ。ああ、なるほど。信仰って裏の面では人間の欲の塊みたいなもんよね。ほとんどの信仰は御利益などの見返り欲を求めてするものよね。そうだな。だから人間の欲によって心霊は生まれると考えていいだろうな。さっき例で挙げてた菅原道真なんて学問の神様だから、合格祈願なんていう欲の塊のような信仰が毎年大量に集められてそうね。そうだな。心霊廟ではもう少し心霊に関する記述があって、心霊とは、神様になるはずの霊。一般的に心霊は神社を住処とすることが多いが、実はどこにでも住む実体のない霊である。またその霊は心霊。かな子様とか諏訪子様とかと同じ性質のものであった。とあるぜ。ああ、じゃあやっぱかな子は心霊そのものだからいいとして、八百万の神諏訪子も性質的には心霊と同じなのね。そういうことだ。心霊も八百万の神も似ていて、まず信仰がないと両方とも力を持てず、忘れ去られると力を失うぜ。さっきのかな子と諏訪子の説明ね。でも心霊のかな子は信仰がなくなっても霊として残るけど、八百万の神の諏訪子は信仰がなくなると存在が成り立たなくなるのよね。そうだ。あと神の性質として特筆すべきなのが、神は自身の性質を自由に変えることができるぜ。なんか便利そうな力ね。性質を変えるために作られるストーリーのことを神話というそうだ。かな子は現在は山の神だが、もともとは風の神だ。現在はさらに神話とやらを作って技術革新の神に変化させようとしているそうだ。ああ、あの核融合炉の建造とかあの辺が後の未来に神話として語られて、それをやったかな子は技術革新の神になるってことね。そういうことだ。今を生きてる私たちからすれば、言いたいことはあるが神話なんて誇張されて語り継がれて大げさなものになってるもんだぜ。まあ、神話ってそういうものよね。神話に関連して甘樹伝では諏訪湖甘樹の薬には未来体験をするのと同時に、過去を浄化する効果も認められた。古い土着の神霊たちに試したらかな子一頃だった。ってわけねというやりとりがあるぜ。ああ、過去を浄化ってなかったことにされちゃうと神様も自分の神話が消されるからやばそうね。霊戦は思想転則で土着神ってどうしても潰しきれないってお師匠様が言ってましたと言っていたが、甘樹の薬で消せるかもしれないな。まあ、その後一頃まではいかないって言ってるから、誰か信仰している人が残っていれば致命傷にはならないってことかもな。また神は無限に分けられることができるぜ。さっき少し出た分霊ってやつだ。白霊神社にも守谷神社の分社があるだろ。ああ、あれね。あの分社に神は分裂して祀られることになるぜ。外の世界でも同じ名前の神社が大量にあるそうだな。分裂しまくってるぜ。幻想郷は守谷神社が来るまで白霊神社だけだったからちょっと不思議な感覚ね。無限に分裂して小さくなっていかないのかって話なんだが、これは霊夢が望月症で説明してたな。ああ、私の考えでは神霊は精神を示しているもので、精神に神の字が含まれているように考え方は人に伝播しても減らないし無限に増やすことができるってやつね。そういう理論で神様ってのは分裂してるみたいだな。神霊は精神を示しているってのは面白いな。欲と精神は言葉の意味では似て非なるものだが、本質的には同じものなのかもな。肉体のない神霊はただ分裂していくだけなんだけど、かな子みたいな肉体を持っている神様は自分の神霊を分霊させるそうよん。そこもちょっと引っかかるところだよな。神霊は亡霊なのに肉体を持っているってちょっと矛盾を感じるが、亡霊は見た目は生前の人間と変わらない姿を取るし、物理的に干渉もできるから肉体を持っているって言ってもいいかもしれないぜ。いやでも亡霊の本体は自分の死体でしょ。ちょっと無理がありそうよ。肉体を持つ心霊ってのはちょっとわからない存在だな。愚問式にも心霊は肉体を持たずとあるぜ。かな子があくまで心霊に相当するって説明だから厳密には違うのかもしれないな。
愚問駆除で有名な神霊は固定の姿をとっていることが多いとは書かれているが、肉体を持っているかどうかは不明だ。かなこ自身は実体を持つ神でかなこの性質が神霊のことを指しているとかそんな感じかもしれないぜ。詳しくはわからないわね。またかなこが特殊な神霊である要素は他にもあって、本来神霊ってのはかなり希薄な亡霊で人前に姿を見せることはほとんどないぜ。かなこはすごい存在感でいるわよね。発する言葉もかすかで普通の人間には聞き取ることができないようなものなんだ。それを聞き取るのが巫女ね、私の役目だわ。わかってるなら白霊神社の神の声を届けてくれよ。何の神が祀られているかわからないわ。と、巫女は神霊の言葉を聞いて人々に届ける役目なんだが、かなこもちゃんと存在してるから、サナエも巫女本来の役割はあまり果たす必要がないな。まあ、サナエは人里で布教活動してるから、それが神の言葉を届ける巫女の役目としての活動なんでしょうね。また愚問式では神社についても触れられていて、神社は人間が作り、実在する神霊を祀れば、自然と神霊が宿るそうだ。ただ、そのままでは錆びれて終わりだから信仰を集めるために参拝客を集める必要があるぜ。そしてさらに参拝客を増やすには神社を拡張したり改装したりとお金が必要だ。つまり神社の目的は信仰と運営費を両方得られるお賽銭をもらうことってことね。白霊神社は潰れても鬼が立て直してくれたりするから多分大丈夫だわ。まあ、結局神社の存在意義ってそんな感じだよな。実際守谷神社は移住直後は資金不足だったようで。ゆゆこには、お金がないのね。神社ってそういう感じですものと言われているぜ。よくわかるわ。さて、話がそれたな。次に後でまとめて紹介するって言った神霊野球の湯やおよろずの神に関する降臨の発言を見ていくぜ。よしじゃあ行くぞ。降臨が湯神霊は八百万の神と変換して良いものだと思われるぜ。それを承知して聞いてくれ。妖怪よ。まず神霊は妖怪と違って常に二つの性格を持っている。その二つの性格はそれぞれ、右と荒と呼ばれていて、このうち我が人間に対して優しい性格で、これが通常、ご利益と呼ばれる。ってやつだ。ご利益とたたりってことかしら？そういうことだな。たたり神として紹介したミシャグジ様にもちゃんとご利益の部分があって、愚問駆除では、たたり神という呼ばれ方をしているが、実際には豊穣の神との両面性を持っており、作法さえ間違えなければたたられることはない。と神の両面性について書かれているぜ。なるほどね。次には2はさらに2つに分かれて、先と串という性格に分かれる。先は人の心を満たし、木は知識を授ける。お酒の神様で例えると、先はお酒の味や香りを良くし、木は新しいお酒の技術を授けてくれる。だそうだ。具体例があってわかりやすいわね。実物でご利益をくれるか、知識でご利益をくれるかってことね。次に現は神霊の怒りであり、たたりとなって現れる部分。お酒の神様で例えると、お酒がまずくなるどころか、毒に変化したり同じ場所で二度とお酒を作ることができないような事態になりかねない。だそうだ。諏訪湖はこっちがメインな感じよね。たたり神だし。いや、神はみんなアラの方がメインだそうで、アラの性格こそが神霊の本当の力である。このアラを祀ることで、悪い面から人間を守ることにつながる。つまり、お酒作りを邪魔する外敵からお酒を守ってくれる。だそうだ。なんかちょっとわからないわね。油断すると雑菌とか入って酒の発酵に失敗するっていうたたりを用意しておくことで、それを恐れた人間は雑菌が入らないように気をつけて酒を作るから成功に導くって感じだろう。ああ、なるほど。直接ご利益を渡すんじゃなくて、導く感じの方が確かに神様の本質って感じがするわね。だから諏訪湖のミシャグジ様も畑の管理などをおろそかにすると不作っていうたたりが起きるから。それを恐れて丁寧に畑を管理した人間を豊作っていう成功に導くような性質が本当の力なんだろうな。ご利益は後からついてくるって感じね。よくわかったわ。あらは悪いものとは限らないってことね。そうだな。降臨も神霊、つまり幻想郷に存在する全てのものには、良い面と悪い面の二つの面がある。
アラの性格が悪いものというわけではない。と解説しているぜ。次に神霊は全てのものの元であり、神霊の性格刃物の性格である。神霊の感情と力がそのまま物質に現れる。お酒の神様が力を持てば、自然とお酒も良いお酒になる。だそうだ。信仰によってその神の性質が強化されるってことね。これはさっきの信仰心が力ってやつの具体例として見ていいわね。最後に結論を言うと、ご利益というのは、アラの性格を鎮め、和の性格に感謝することで神様の力を増すことを言う。と結論付けているぜ。なるほど。よくわかったわ。この日本の神の両面性については神主も使いやすさを語っていて、どう転んでも良い神様と悪い神様がいるとしていて、ストーリーに入れやすそうだな。善の神とか決まってたらストーリー的に展開がわかって面白くないもんね。ということで、これらが降臨が言う神霊の説明だな。全部見てみてもやっぱ八百万の神について言っている感じがするな。そうね。さて次に神霊について妖怪と神の違いについて少し話しておこう。さっきからちょくちょく出てきてるわね。妖怪と神って忘れられると消えるとことか、人間へのたたり恐怖で自分の存在を強めるところとか似てるもんね。そうだな。怨霊に弱いところとかもよく似ているぜ。違いは、まずさっき言った神話によって神は性質を変えられるところだな。妖怪は性質を変えられないから、そういう妖怪として生まれたら、一生それで生きていかないといけないぜ。小傘がいい例ね。人を驚かすって自分の妖怪の性質を変えられなくて、ただ驚かすだけじゃ驚いてくれないから。芭蕉妙蓮寺のお墓に芭蕉を移したり、赤ちゃんを対象にしてみたりと苦労しながら奮闘してるわね。そうだな。決定的な妖怪と神の違いは、神は必ず宿っている道具や場所があるってことだ。これは妖怪や幽霊、妖精と神の決定的な違いとして挙げられているぜ。よくわかったわ。あ、そういえば天狗はどうなの？天狗って妖怪でありながら山の神として扱われることもあって、いまいちどっちなのかわからないわ。天狗について話すと、また動画一つ分解説することが増えるから、また今度にさせてくれ。最後だ。神霊といえば霊夢や頼姫の話を外すわけにはいかないぜ。ああ、望月鏡の神を下ろす能力ね。頼姫は神霊を呼ぶことができると語られていて、多種多様な神霊をその身に下ろすことができるぜ。私もできるけど頼姫ほどじゃないわね。神を下ろすとその神霊の性質を使うことができるみたいだな。ここで言う神霊ってのがどこまでの神を指しているのかはわからないが、八百万の神まで行けるとしたら、あらゆるものの性質を帯びることができる能力になるな。私と頼姫に差があるように下ろせる神の範囲は有限みたいだけどね。それにしてもあらゆるものの性質を帯びるって思想の剣に似てるわねー。やっぱ天界と月は何らかのつながりがあるんだろうな。諏訪湖も霊仙にあなたのところにいろいろ神様がいるって聞いたけどって言っているぜ。さて、長くなったが神霊についてはここまでだ。諏訪湖に戻るぞ。次に諏訪湖の人間関係だ。ほとんど森や神社から出てこないじゃない。ああ、だからかな子とさないぐらいだな。まずかな子からだが、さっき羊で説明した通りだな。幻想郷に移住した後の関係を紹介するぜ。まず現在かな子と諏訪湖はよく喧嘩こそするが、すごく仲が良いぜ。このすごく仲が良いってのは、東方の全キャラの設定を見ても唯一この二人だけだぜ。仲良しぐらいならたくさんいるけど、すごく仲がいいのはここだけね。風神録では、諏訪湖はあんな女かな子、敵よ敵とか言ってたけど素直じゃないな。かな子の方は友人がいるからみたいなこと言ってたわね。現状利害は一致していて、さっきも言った諏訪湖が実務、つまり神としてたたりやご利益を出す役、かな子が栄養、つまり信仰を集めるために活動する役だな。かな子が勝手に移住したことについてはどう思っているの？幻想郷で第二の人生を送ることができそうで、かな子に感謝してるそうだ。だが移住して私たちと戦うまでは幻想郷に定住するかは決心していなかったようで。弾幕ごっこっていう神と人間が対等に遊べる仕組みが気に入って幻想郷の定住を決めたみたいだぜ。あ、そうだったのね。あなたの神社の参拝客が増えなかったり、
かな子が変なことをしていたら私に相談してねとも言っていて、意外と世話好きな感じがしたな。神主は実際に力があるのは諏訪子、表だって威張っているのはかな子、そしてそれを二人とも良しとしてるんです。とコメントしていたな。次に早苗だ。早苗の解説でもしたが、早苗は諏訪子の遠い子孫だ。子孫がいるんだから諏訪子は子持ちだったってことだな。ん？諏訪子は八百万の神でしょ。どうやって子孫を残すの？古代の神々の子孫の残し方は実に多様だ。単一性生殖ってのもあれば、中には無機物と交なしたってのもあるぐらいだしな。だから人妻ってのはもしかしたら違うかもしれんな。奥が深いわね。早苗は自分が諏訪子の子孫であることは知らないぜ。というかなんで守谷神社に二人神様がいるのかもよくわかってないぜ。そうなのね。諏訪子から見て早苗は子供みたいなもんだから、なんとなく保護者目線な会話が多い印象だな。一方、早苗はそろそろ追い抜いちゃうかもしれませんよ、急転だからな。詳しくは早苗の解説の方を見てくれ。早苗は諏訪子に稽古をお願いしていることもあって、かな子と諏訪子二人で早苗を鍛えているみたいだな。鍛えすぎちゃったんじゃない？あんなノリで月の都を救ったりして。どうだろうな。あとはクロスレビューで私と霊夢が諏訪子をレビューしているから紹介しておくぜ。霊夢さん点本当はかな子よりも力が強いらしいけど、神社を乗っ取られてちゃダメよね。私も気をつけよう。って白霊神社って乗っ取られる危険あるのか？昔悪霊がついたことがあったのよ。それは別の話だから次はマリサのレビューね。お、大急転個人的な参考にはならんが、パワーがすごいのは素直に認めるよ。世の中すごい奴がまだまだいっぱいいるんだな。ふーん。パワー重視のマリサから見ても諏訪子はすごいパワーなのね。ああ、諏訪子は火力キャラだ。飛走転速とかトリッキーな動きこそするが、上手にコンボをつなげると全キャラ中最高クラスの火力があるコンボを出すことができるぜ。そうだったのね。あと人間関係でよくカエル絡みでチルノとの関係が挙げられるんだが、諏訪子とチルノの関わりは原作ではほぼ皆無だ。飛走転速の勝利セリフとかその辺しかないぜ。次に各作品の諏訪子だ。まず風神録だが説明したから簡潔に説明するぞ。かな子を倒した私たちだったが、かな子は湖で戦っていた。じゃあ守谷神社には何が？ということで再び守谷神社に行って、お祭りと称した神遊び、と称した弾幕ごっこをやって終わりだな。次に飛走転速、勝手にカッパと協力して巨大ロボ飛走転速を作ったところ、自分勝手なことをしすぎだと早苗に怒られ懲らしめられるぜ。次に精錬戦。異変後の登場だったな。妙蓮寺を作るために聖地をしたぐらいだ。次に感受伝。感受の薬について調べてたな。最後にちょこっと出てきたぐらいだ。最後にグリウサ弾幕花火大会。お祭りが好きな神だからな。楽しく花火大会に参加していたぜ。あとは茨城線でロープウェイの管理に携わっていたり、地霊記伝で登場していたりするが、あまりストーリーには関わってこなかったな。ちょこちょこだけどなかなか出番が多いわね。そうだな。裏役と言いつつかな子と同じくらい出番はあるぜ。最後に二次創作の諏訪子について少しだけ話すぞ。二次創作ではかなり子供っぽく書かれることが多いな。昔は寸法が別の生命体だったり本体だったりしたが、最近ではそういうネタはあまり見られなくなったな。チルノとの絡みも昔はよくあるネタだったが最近はほとんどなくなってきた印象だな。守谷は守谷で完結することが多いからあまり話が広がっていかないイメージだぜ。外で異変とか起こしていれば話は別だけどね。ということで諏訪子の徹底解説を終えるぜ。ここまで見てくれた人はありがとな。お疲れ様。